はい、おはようございます。じゃあ皆さんでせーのでおはようございますか。いきますか。せーの、おはようございます。おはようございます。皆さんこんにちは、さゆさこころです。今日は前々から準備しておりました太平洋クラブのキャディ研修にやってまいりました。なんと今回は特別な許可をいただきまして、2日間でですね、キャディさんの座学と実践やりたいと思っています。で、今回協力していただく太平洋クラブの新人のキャディさんたちです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はきりです。はい、はい、お願いします。早く一人前になれるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はきりさんです。長井です。よろしくお願いします。早くコースを覚えます。はい、長井さんです。お願いします。片山です。頑張ります。片山さんです。お願いします。今日はね、4人で頑張って研修をしたいと思いますので、皆さん温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではこれからちょっと座学の方を始めさせていただきますので、こちら用語ルールというものを先ほどお配りしてますので、では用語ルール、名前を覚えよう、コース内の名称ということで、コース内の各所にはそれぞれ名称があります。で、一般的なコースを例に説明します。はい。で、なぜコース内の名称を覚えていただかないといけないかっていうことなんですが、キャディさんのお仕事って基本的にですね、コースの、案内人、はい。日本では、基本的には接客も含まれてくるんですけど、海外とかはもう本当にコースを案内していく、もう例えばあそこに打ったらどういう風に転がっていくよとか、このセカンドショットからグリーンにめがけて左に打っていかないと右に全部流れて谷に落ちていくからとかっていう案内人が、本来であればキャディですね。ですから、コース内の名称を覚えていっていただいて熟知していく、はい、ということなので、まずコースの名称から始めていきます。コースとは正確に定められた境界を持ち、かつプレーが許される全地域のことを言います。一つのホールはティーインググラウンド、フェアウェイ、ラフ、ハザード、パッティンググリーンなどから成り立ちます。はい。で、ゴルフ用語の中ではですね、パッティンググリーン、ハザード、ティーイングググラウンド以外のことをスルーザグリーンと言います。はい。ティーグラウンドっていうのは、何をする場所かというと、こちらに今実際あるんですけどね、クラブというんですね。このクラブで、白い球があるんですけどね。白い球。すごい詳しくなるんですね。あ、やめなさい。はい。ボールをこのクラブを使って打っていって、いかに少ない数で上がっていくかっていうのを競い合うゲームなんですね。結構この新人キャディさんというのは、はい、ゴルフを全く知らない方が多いっていう認識でしょうか。はい、全く知らないです。おー、9割ぐらい。9割。はい、新人キャディさんだと9割。はい、もう本当に、ゴルフを知らない。ゴルフを知らないですね。で、ゴルフのことはなんとなく知ってます。親がやっているっていうのが1割ぐらいですかね。なのでこういう説明も入るってことですよね。ボールとか、はい、クラブっていうもので、ボールを使ってやるよっていう。はい、はい、そうです、はい、ですから、クラブでボールを打つ一番最初に打つ場所がティーインググラウンドになりますね。はい、打数の数え方、パー4でちょっと説明させていただきますね。4打で上がった場合パーですね。3で上がった場合、バーディー。じゃあ、これが2で上がった場合、なんでしょうか、課題さん。はい、そうですね、いい。で、これがもし5だった場合、ね、サイズさん、なんでしょう。ボギー。正解です。このバーディーってね、また別名があるんですよ。このバーディーも、ボギーにはね、僕いくら調べてもなかったんですけど、ちょっと僕は調べきれなかったんですけど、バーディーって、別名これね、小鳥なんですって。イーグルって何でしょう。なんかこれ、足。ちょっと漢字書けないからカタカナ出してね。この中にもね、アルバトロスはアホードです。そうですよね、アホード、はい、アホード。すみません、じゃあパーカルにしちゃいましょうかね。じゃあ、1番なんでしょう。あ、これ今パーファイブですからね。これはね、これコンドルっていうんですね。知らない。
はい、今度、はい、で、ゼロがね、オーストリッチって言うんですよ。あるんですか、はい、ゼロってどういうことですか。もうありえないんですけどね。ありえないんですけど、オーストリッチっていう名前があるんですね。いつ前に風で入ったみたいなんですか。もしかしたらそうなんですよ。まあ、なんでこういう別名があるかというと、由来があって、まあ、あの鳥の大きさで表してるんじゃないかって言われてるんですね。あのゴルフはこういうふうにスコアにも名称がついているので覚えてていただければ、実際にラウンド出た時に、あ、お客様はこのようにおっしゃってるんだなというのが分かりやすいと思うので、ね、じゃ あ, 皆さん全く多分知らないと思いますけど、その下に確認問題があるんですが、では質問です。標高が高い場所と低い場所はどちらが遠くにとりますか。分かる人。はい、はい、では最後です。高いところ。正解です。正解です。合ってます。合ってます。正解です。じゃあ今、気温が高い時と低い時ではどちらが遠くに飛びますか。わかる人。じゃあ長井さん。低い。気温が高い時ですね。はい。なんでかというと、ボールもやっぱりね、これあの、まあゴム製品なんで、硬いと反発しないんですよ。はい、ゴルフクラブとね。ですからあの反発しないんで飛ばなくなるんですね。じゃあ長井さん、標高が高いと何で飛ぶか分かりますか。なんでか。そうです、正解です。はい、じゃあなんで空気が薄いと飛ぶんですか。風がない。風がない。風がない。抵抗。抵抗、そうです、抵抗が少ないからですね。だから飛ぶんです。はい、でちなみにウエストっていうのは標高が約650、高いところで700ぐらいなんですね。はい、ですから、まあ、他のコースより、ここより下にあるコースよりは少しと。スプーンですかね。スプーンの方が効くかな。難しいですね、そこが。そうですね、1番ウッド、これがドライバーですね。で、2番ウッド、ブラシで、3番ウッド、スプーンで、4番ウッド、バフィン。その辺も2つ覚えておかないと。覚えておかないといけないです。はい、じゃあ次にめくっていただくと、まあ、お客様も1日の流れになります。はい、朝やはりお客様をお出迎えして、で、まあ、あのチェックインして、お客様はあのロッカーに向かいます。でその中でもメンバー様とゲストのお客様を分けて、まあ、何が違うと、まあ、基本的に使うロッカーが太平洋が一緒なんですけど、あの例えばお風呂に一番近いところをメンバー様に案内してあげるとか、例えば歯医者さんのコンペがあったら8番とか18番とか38番とか渡していくと、歯なんで888。そういうことやられるんですか。あ、やりますね。はい、はい、まあ、ウエストはちょっと分かんないです。あの僕はもともと6本にいた時はそういうふうにしてます。喜ぶんですよ、これは。いや、でも嬉しいと思う。はい、でも自分がもしお客様でそれが気づいたらちょっと嬉しいかなって思いますね。はい、一応そういうことで。はい、ですからやっぱりこうせっかくねお客様楽しんでいただくのに、まあ、座学って結構大変なんですけど、どうです、もし皆さんがお客様で来られてナイスバーディーも言ってくれないキャディーさんついたらどうですか。なんかしんってなります、ね、なんかちょっとこうあれ言ってほしかったのにみたいなってなりますよね。で、あともう一つ、キャディーさんスプーン取ってって言ってもスプーン持ってこなかったでしょ。スプーンって何ですか。一個一個全部朝からこうちょっとこう、はい、うんってなりますよね。ってなりますよね、はいはい、だからそれがならないために事前に勉強して、お客様の前に出ていただくと、はい、結構暗記暗記ですね。的な要素強いですよね。強いです。いや、思いました、そのゴルフ知らないで1週間でこれ覚えるのに、はい、暗記しかないですもんね。ないです。でもここまで来るのに大体本当に1週間いるんですよ。あの勉強して一緒についていって、あのこうはこうですよ、こういうんですよって言って説明していって、でようやくあこれはこうなんですねっていうのが理解してくるのが大体1週間ぐらいなんですね。まあこういう一応ざっと流れはこういう感じになります。ゴルフを知ってるから
話は聞けるし、あー、はい、で想像がつくんですけど、はい、英語があんまり私で言うとあんまりそんなに得意じゃない英語の教科書を渡されて、はい、なんて発音するんですかっていうのをやってる感じですね。まあ感じそうですね。でちなみに一番最初の丸暗記はこれです。はい、朝の挨拶、はい、これぐらいは暗記します。はい、キャディも一生懸命頑張りますので進行にご協力をお願いいたします。おはようございます、キャディのさやぐさです。お客様にコースからの願いが3点ございます。いやー、手料理コースのこれを覚えれないわ。さすが2番ホールの説明なんてもう鬼、まあ、ここまでだけど暗記。2番ホール347ヤードのパー4です。正面のバンカーまで180ヤードです。ホール左側からバンカー手前までワンペナルティです。バンカー横からグリーンを飛び越えて OB となってます。ご飯食べよう。いただきます。メニューは変わりました。すっごい美味しそうなおろしとんかつ。うん、おいしい。どこの豚なんだよ。おいしいです。めっちゃさっぱりする。この豚おいしい。おろしがいいね。では昼からも頑張りたいと思います。 YouTube のこれ小さくない？